こんにちは、うちあむです。先日、ドラッグストアショーに行ってきて、いろいろもらいました。えっと、特に、化粧品とかいろいろもらったんですけど、特に嬉しかったのが、この、消毒ができるハンドクリームというやつで、実際使い始めたら、えっと、消毒もできて、で、保湿もすごいできて、肌触りがさっぱりしてし、 とてもいいので気に入りました。他にもこういうセットとか、あとはマスクとかももらいました。とてもお得で楽しいイベントでした。ミニストール、縁編みが終わって、あとは通し口を編んでいます。 えっと、2枚編んで、ここを細編みで編んで、あとはパイナップル模様がつく予定です。それでは編んでいきます。ちょっとわかりにくいですが、細編みで2、細編みで2目一度やっていきたいと思います。 先週風邪をひいていてちょっと動画が撮れなかったです。ショート動画は2本撮ったんですけどその時も風邪の症状がまだ残っていてちょっと辛かったです。えっと土曜日にはだいぶ良くなって症状が鼻水だけだったんでドラッグストアショーに行ったんですけどあの鼻水出てること忘れて メイク体験することになってでしょうがないからマスク外して鼻かんでからメイクの体験やりましたえっとメイク担当のお姉さんにはちょっと申し訳なかったです毎年ドラッグストアショー行ってんですけどえっと今回は コレステロール値を下げるサプリメントっていうのがあって、えっ、ー、と、それもらって飲んだら、ちょっと体調が良くなってきてます。なんか、息子にも、あの、お腹へこん,んできたんじゃないって言われて、確かにガスが出るようになって、それでお腹へこん,んできてるんかなと思いました。よいしょ。 ちょうどですね。二目一度うまくいきました。で。ここは細編みで。ちょっと編み図みながらやっていきます。ここからパイナップル模様に入っていきます。 最初にシェル模様です、ね、まあお約束みたいな感じで必ずパイナップル模様の横にはシェル模様が入ってます。その時によってちょっと鎖編みが2目の時もあるし1目の時もあるし長編みが 2目とか3目とかそういう時もあります。それはまあ編み図に応じて臨機応変に。やっていけばいいと思うんで。 よいしょちょっと集中して編んでいるので無言になってしまいます今日ちょっと風強いんですよねビュービューって音がもしかしたら入ってるかもしれませんすいません ややこしいなこの目を引き抜いて引き抜いて引き抜いて。引き抜いて ちょっとカメラに収まってるか分かんないです。編み図を見ながら編んでるので。 手にフォーカスがいってるかな。一二三。ここにシェル模様の根元になる。長編みが入ります。 今回は何目かな6目、長編み6目あと1目長編みが6目6目で1、2、3でシェル模様 模様ですねドラッグストアショー「土日」ってあったんですけど日曜日はあの風邪完全に治したいなと思って家で休んでましたちょっと寝汗かいたんですけど あの風邪症状完全に抜けたので午後は家事やったりプロ野球中継光 TV で見てました中日対ベイスターズかなうんベイスターズが勝ってましたねえー、っと123 スカレ TV 面白いのが、昔のドラマが再放送されてたりして、それで平日はつい渡る世間は鬼ばかりの再放送を見ちゃうんですよね。なんか一日3回ぐらい放送してるんですよね。いろんなシリーズ。第1シリーズから、この前第10シリーズも入ってましたね。だから、その時々によって、えなりかずきくんが <laughs>、 めっちゃ子供だったり大人になって母さんに文句を言ってたりいろいろなんですよねうんーでなんか面白いんですよねだ楽もあの赤木春江さんがまだ現役でげバリバリで嫁いびりしてたりとかあってうん。 なんだかんだ言いながら見ちゃうんですよね。ここに玉編み。長編み3目の。あ失敗。難しいな。パイナップル模様が鎖編みじゃなくて玉編みなんですよね。ちょっとカメラに当たってるかな手が。 あすみませんちょっと難しいなうん玉編みは分かんない時はほどいてやり直すのがいいですねしょ 何か手にフォーカスいっちゃうんですよねこっちに行ってほしいのに手が真ん中に来ちゃうから手にフォーカスされちゃうのかな今回からちょっとカメラアプリを変えてあと編集のアプリもちょっと変えてやってみようかなと思ってやってます うまくいったら、毎回、そのカメラアプリと編集アプリでやっていこうかなって思ってます。ちょっとまだ iPhone 15慣れてないんで、どれぐらい 音が入るのかとかどれぐらいのトーンで話をすればいいのかとかわからないんですよね。うん、よあちょっと糸が割れた。よいしょ。 ね、難しいですねちょっと動画長くなりそうなのでちょっとカットします。端を 縁編みが終わってこっち縁編みが残っているのでちょっと編んでいきます端が丸くなるように鎖編みを編みつけていきます これが終わると完成ですあとちょっとですねちょっと編むのが大変で日にちをまたいでしまったんで動画は一つなんですけど撮影が日にちをまたぎました。 まあその間は特に何もなかったです。昨日よりは風が弱いので今はとても静かです。天気も今日は晴れてて過ごしやすかったです。天気いいのでちょっと畑に行きましたね。畑に行って青じそ、赤紫蘇を収穫してしそジュースを作りました。ここで 編み終わりですミニストール完成しましたこんな感じです。えっとここが通し口になっていて反対側も同じように編んだものを通して使います。えっと玉編みのパイナップル模様とこちら ピコットのある縁編みです。こんな感じで仕上がりました。また次回お楽しみに。今日も見てくれてありがとう。じゃあねバイバーイ。